もうベッドが狭いだとか財布を忘れたとか適当な嘘でごまかす余裕もなかった。私がどうしようもなく寂しい時、そばにいてほしいのは蓮じゃなかった。見つけたの？ああ、レンの女なんだっけ。ああ、でもそれ以前にノブの同級生で。いいよ、顔といい声といい、めちゃめちゃかっけえじゃん。マジでいけるんじゃないの、これは。ヤスがプロ目指す気になった理由がやっとわかったよ。こんな秘密兵器が。いや、俺はそこまでいけると思ってねえんだけど。まあナナは、ソロなら売りようによっちゃ売れるかもな。お前本当にやる気あんの？こんな夜中にレイラ？スキャンダル発覚？近所からの苦情じゃねえか。え、防音じゃないのここ？ドラム置いてる意味ね。はい、すいませんね、探しくって。ヤス誰？どうした？ヤス、帰るね、俺。なあ、悪いな。いや、全然。お邪魔しました。大スクープ！ヤスのとこにレンの女が泣きながら訪ねてきた。どういうこと？キャー！ババラッキョ！タクミが恥をはらませた！タクミの子に決まってる！生でやられたって恥こ言ってたし！なんだって！生でやるとはけしからん！爪打ちかよ。開いてんじゃん。ナナ、寝ちゃった？入るぞ。ナナ。
ビビらせんなよ、もうデリケートだって言ってるのに。つーか、ノブ。そんなにあいつが好きか。切れてなかったのかよ、あいつと。弁解してくれよ、頼むから。嘘でも全部信じるから。誰だ、こんな時間に。こんな夜中にアポなしで来る無礼者は二人しか思い当たらないけど。ああ、どっちかな。はい、どっちかな。ちっちゃ。苦しくて息をするのも精一杯になって、気がついたらここに来ていた。全てを吐き出すようにぶちまけたけど、うまく説明できたかどうかは分からない。どうしてこんなに蜂が欲しいのかも、どうしてこんなに匠が憎いのかも、自分自身よく分からなかったし、ノブが私のことおかしいって、私おかしい？普通は友達ならこういう時どうするの？私ハチと普通の友達になりたいのに。ヤスは私の話をただ黙って聞いていた。もしかしたら時々なだめるようなことを言ったかもしれないけど、正直よく覚えていない。だけど甘いブラックストーンの香りに包まれていると不思議なほど安らいでいくのを自覚した。京介、タバコ吸わないで。あ、そうか、ごめん。ごめんね京介。いや平気。つうかダメだね、男ってのはこういう時オロオロするばっかりで。あんたがオロオロしてどうすんのよ。いやそうなんだけどね、なんか肩身が狭いのよ。その点その匠だっけ、話に聞く限りは妙に潔い決断力で感心するんだけど。そう？私には自己中で威圧的な男としか思えないけど。そうか。だってナナの携帯使っていきなりノブにそんな話したら、ノブが疑心暗鬼になってひるむのは当たり前じゃん。戦意喪失させて引き下がるように仕向けたんじゃないの？しかもナナが抵抗できないように部屋に鍵かけて。本当にナナを思いやってたらそんなやり方しないよ。自分の目的のためなら平気で他人を陥れるタイプの人間じゃん。それ一瞬のうちに計算してやったんだとしたら相当頭の切れるやつだぞ。ある意味感心するけど。匠はそこまで深く考えてないよきっと。私がノブのこと彼氏とか言ったりしたから、きっと単に悔し紛れの勢いで。あらそう、ごちそうさま。いや、なんかプライドが高い人だから。高いのかそれ。え？それが本音だとしたら、おもちゃ取られた子供のように幼稚だが。そうかも。そうなの？ま、何にしても子供を認知するなんて生半可な気持ちじゃ言えないって。ヤスの同級生ってことはまだ23か4でしょ。経済力はあるの？何してる人？ミュージシャン。大丈夫なのそれ、稼ぎあんの？なんで黙んのよ。まあ迷わず認知するっていうくらいだから
それなりにあるんじゃねえの。大体私はその認知って言い方が気に食わないよ。養育費だけ出すみたいな。あ、でもそういう意味だと思う。な、何それ、なんで結婚してくんないの。妻子持ち、またもや不倫。ううん、でも結婚となるといろいろ大変だろうし、そこまで迷惑かけられないよ。意味わかんないよ、あんたそれでいいわけ。十分だよ。そんなに産みたいんだ。最初はね、気のせいであってほしいと思ったの。あんまり考えないようにして逃げてたし、でも思い当たることはあったから不安になって。だから検査薬で陽性が出た時も逃げ場がなくなったみたいで怖かったけど、本当に妊娠してるなら早く中絶の手術しなきゃと思った。誰にも内緒で降ろしたら何事もなかったように今まで通り生きていけると思ったの。でも病院で本当に自分の子供がお腹にいるんだって分かって、急に実感みたいのが湧いて、降ろして何事もなかったようになって絶対したくないと思った。怖いとか不安とかもなくなって、とにかくしっかりしなきゃって気分になって。うまく言えないけど、お腹の子の命を守ってあげられるのは私だけだって思ったし、なんとか一人でも産んで育てられないかなって考えたけど、現実問題、お金がないし、つわりがひどくてバイトさえ行けないし、どうしようもないのかなって途方に暮れてたから、匠が入ってくれてすごくびっくりしたけど嬉しかった。甘えちゃいけないのかもしれないけど。いや、いけなくないさ。多分そいつの子なんだろ。ノブはちゃんと否認してくれてたんでしょ。可能性は低いよ。ひどい話だよね。ノブはちゃんと否認とかもしてくれて、私のことすごい大切にしてくれてたのに、私はそれを全部踏みにじって匠に頼って子供を産むんだよ。そんな勝手なこと許されるの。まあノブはあんたを許せないかもね。状況からして二股かけられたと思い込んでるみたいだし。いや、その誤解は解いた方がいいんじゃねえの。どうやって、証拠もないのに弁解して信じるかどうか疑問だよ。だからほら、ノブにしてみたら、事実がどうであれ弁解するくらいの自分に対する熱意を見せてほしかったんだろう。そしたら俺が何とかしてやるって闘志も湧くかもよ。下手にそんなもん湧かない方がノブのためにはいいんじゃない。愛情だけじゃ子供は育てられないんだから。バンドで成功するなんて夢見てる場合じゃなくなるし、ナナのために夢は諦めて実家の旅館でも継ぐとか言い出しかねないよ。俺は意地でもお前を幸せにしてやる。明らかに自分の子ならともかくさ、まだ二十歳なのにこんな形で人生決まっちゃうのはひどすぎるよ。だからナナだってノブには頼っちゃいけないと思ったんでしょ。そりゃ言えないよね。ナナ、お前本気でノブに惚れてんだな。っていうかナナはノブの彼女である前にブラストの信者だからね。教祖様ご一行の成功は自分の夢でもあるんだよ。うまくいかねえな、人生ってのは。魔王は本当にいるんじゃねえの。何言ってんの。ちゃんと否認してもらわなかったナナが悪いんだからね。しかも間を開けずにノブともやってフラフラバカなことしたツケが回ってきたんだよ。ちゃんとそれ分かってる。説教するなよ、こんな時に。こんな時じゃないと耳に入んないんだよ、ナナは。そんな結婚してくれない奴の援助で子供育てるってことは普通の家庭なんて望めないって分かってる。だったら一生その男にミサを立てるのが筋ってもんだよ。ノブのことはきっちり片付けて諦められるのね。返事は声に出して。はい。万が一ノブの子が生まれても
匠の子として大切に育てられんのね。匠がその子を認知はしても、可愛がれるかどうかは別問題だよ。はい。わかった。そこまで産みたいなら、私は反対しない。ただし、その決意を一生忘れないで。はい。それで覚悟決めたら、二度とうじうじ泣かないで。そんな暗い女が母親じゃ子供がかわいそうだよ。自分の母親を見習いな。じゃあ本当にいろいろありがとう、純ちゃん、京介。聞いてもらえて元気出た。また連絡するね。とりあえず体に気をつけて。しっかりな。うん。本当に産む気なのかな。ナナの一生どころか子供の人生にも関わることなのに不安で胃が痛いよ。でもナナが自分でそう決めたんだから、俺たちがこれ以上とやかく言う権利ねえし、応援してやるしかねえんじゃねえの。そうだね。ナナの夢は普通にお嫁さんになることだったのに。子供は下ろしてノブとうまくやっていけば、近い将来その夢が叶ったかもしれないのに。それを捨ててまで産みたいって言うんだから、よっぽどの覚悟だよね。でもお父さんはナナの花嫁姿が見たかったな。お父さんってね。なんで嫁にもらってくれないんだ匠は。子供よりナナの方が面倒を見きれないからじゃない。なるほど。やべ、寝ちゃった。おかえり。開けっぱなしでどこ行ってたんだよ。心配するだろ。ノブとは話済んだ？うん、ごめん、帰ったと思ってた。買い物に行ってたんだよ。あ、飲む？グレープフルーツジュース。あ、しまった、冷やしとけばよかったな。ヤス、一本もらっていい？ああ。やっぱ辛いね、禁煙は。柄にもなくストイックなことするから、余計他のことで煮詰まるのかも。そうだよ、お前、禁煙なんて大して意味ねえから無理すんな。普通は体に悪いからやめろって言わない？自分ができないこと人には言えねえな。うまいか？まずいよ。そろそろ帰るか。始発も出る頃だし。え？ごめんね、邪魔して。直樹来てたのに。できてんの？直樹と。いや、なんか誤解された気もするけど、よろしく言っといてよ。大丈夫か、ナナ？え？何が？バーカ、そこまで壊れてねえよ。大丈夫、ちゃんとやれる。普通の友達付き合いってのはやっぱよくわかんねえけど、ハチが誰とどんな人生を歩こうと干渉せずに優しく見守るよ。あんたが私にそうしてくれてるみたいに。口で言うほど楽じゃねえぞ。ごめんね、ヤス。ありがとう。大丈夫、うまくやるよ。だって私とハチは女同士だから。でもだからこんなにもどかしいのかな。俺今日からレコーディングでさ。ごめん。いや平気、午後からだし。でも一週間は缶詰になっちゃうから、その前に君の決意のほどを聞かせてくれない？このままじゃ落ち着かなくて仕事にならねえよ。ごめんね、せっかちで。子供は匠の子として産んで育てたいと思ってる。迷惑
結婚するか。え？だってお前隠し子はまずいだろう。世間にバレたらどう取り繕っても心証悪いし。なんでも普通に結婚する分には問題ねえじゃん。相手が一般人ならマスコミもそんな騒がねえしさ。いや、あんたが誰とどんな人生を歩こうと、あんたが幸せであればそれでいい。心の底からそう思えるようなできた人間にはなれなくても、あんたの目に映る私は強くしなやかでありたかった。出来すぎた漫画のヒーローみたい。